みのりさん、明けましておめでとう。今年もよろしくね。明けましておめでとう。こちらこそ、今年もよろしくね。よろしくするする。というわけで、新年早々、みのりさんにお願いがあるの。今ちょっと時間あるかな？え？あのね、私たちってママ友じゃない？友達なら困ってる時は助け合うものだよね。さっき今年もよろしくって言ったし、助けてくれるよね。うん、できる範囲のことなら助けるけど、なんか困ってることでもあるの？困りすぎて大変だよ。あのね、うちの旦那が今度リストラされるかもしれないの。え？エミさんの旦那さんが？確か大手家電量販店にお勤めだよね。なんか年度末に人事整理があるらしくてね、旦那の職場からも成績が悪い人から何人かリストラされるみたいなの。そうなんだ。それは怖いし大変だね。でもね、それってつまり成績が良ければリストラにはならないの。確かに。というわけでお願い、旦那の成績を上げる手伝いをしてくれないかな。こんなこと頼めるの友達のみのりさんしかいないの。え？旦那の職場のお店でね、今新年の初売りセールをやってるのよ。ああ、チラシで見たよ。いろいろ安くなってたね。旦那が言うには、この初売りにノルマがあるんだって。だからこの初売りで大きく売り上げを上げられれば、きっと旦那は成績優秀者でリストラされないと思うの。はあ。だからみのりさん、お願い、今すぐ旦那の店で大型家電買ってきてくれないかな。え？ちなみに10台くらい、年末ボーナス入ったって言ってたし、それぐらいいいよね。大型家電を10台も？そんなの無理だよ。ボーナスって言ってもビビたるものだし。どうして買う前から無理って言うのよ。私たち友達でしょ。困ってるんだから助けてよ。さっき今年もよろしくって言ってたじゃない。だからってノルマのために売り上げに協力しろっていうのは、しかも大型家電でしょ。今特に買い替えたいものなんてないし。買い替えたいんじゃなくて買い替えるの。は？壊れてなくてもいいじゃない。最新大型家電をドドーンと買っちゃおうよ。そんな簡単に言わないでよ。大型家電なんて一つ買うだけで何十万もするじゃない。たった何十万でうちの旦那の年収数百万が助かるんだよ。安い買い物じゃない。ママ友なんだから旦那のノルマに協力してよ。本当にごめんね。私は協力できないや。ひどい。今年もよろしくって言ってたのに、この裏切り者め。親戚とか友達には連絡してみるよ。買い替え検討してる人にエミさんの旦那さんを紹介しておくね。そんなの待ってられないよ。もし旦那がリストラになったら、みのりさんのせいにするからね。それでもいいんだね。そんな。友達が困ってるのに助けてくれないならもう友達じゃない。来週のママ友新年会は無視してやるんだから。じゃあね。みのりさん、やっほー。この度めでたく旦那がリストラ候補から外されました。おめでとうって言って。あれ、私はもう友達じゃないって言ってたよね。 LINE なんてもうしてこないかと思ってたよ。あんたなんて友達じゃないよ。でもみのりさんのおかげでリストラ候補から外れたし、お礼の LINE だけはしてあげようと思ったの。私のおかげ？私旦那さんのお店で買い物なんてしてないよ。誰かと勘違いしてない？勘違いなんかしてないよ。だってちゃんとみのりさんのカードで買い物したんだもん。は？みのりさん本人が買わなくても、私がなりすまして買ってやったんだよ。みのりさんのクレジットカードでガンガン買い物しちゃったもんね。私、クレカで？おかげで、無事に旦那のノルマ達成だよ。これでリストラ候補回避確実！やったー！ちょっと、なりすましてどういうことよ。しかも私のカードって何？みのりさんが買ってくれないなら、私がなりすまして強制的にお買い物したらいいんだもんね。だからみのりさんのカード、私が使ってあげたんだよ。え？思いついた私って天才すぎる。ちょっと待って。むちゃくちゃすぎて全然意味がわからないよ。一体どういうことか説明してちょうだい。だいたいなんで私のクレカをエミさんが持ってるのよ。そんなのバッグから取ったに決まってるじゃない。え？こないだの新年会で、こっそりバッグの中の財布からクレカ借りちゃった。無事にお買い物達成したし、今度返すね。はぁ？エミさん、私のクレカを盗んだってこと？盗んだなんて人聞きが悪いわね。旦那のノルマ達成のために借り届けよ。それで私のクレカで何を買ったの？
冷蔵庫とドラム式洗濯機とテレビとそれぞれ5台ずつ買っちゃった。5台ずつ？どれも最新のものを買っておいたからお支払いよろしくね。よろしくねじゃないよ。人のクレカで勝手に買い物なんて何考えてんの？しかも大型家電が全部で15台。商品は後で転売すれば問題ないって。結構セール品価格で買ったから正規価格で売れば大儲けだよ。問題大ありでしょうが。エミさん、あなた私のクレカを不正利用したんだよ。ことの重大さが分かってないよね。みのりさんだって私の大変さは分かってないじゃん。みのりさんのクレカ限度額が低くて大変だったんだからね。まあそんな時のためにみのりさんの家族のクレカも借りておいたから大丈夫だったんだけど。え？みのりさんってお財布に家族全員分のクレカ入れてるんだね。おかげで家族全員のクレカが使い放題だったよ。ちょっと待って。え、家族全員のクレカを使ったの？そうだよ。家族全員のクレカで限度額ギリギリまで使ってやったぜ。友達じゃないから勝手にクレカ使ったことは謝んないからね。今度会った時に返してやんよ。私のクレカなら今ここにあるんだけど。あ？それに私お財布に家族全員分のクレカなんて入れてないよ。だからおかしいなって思って確認したの。私のクレカなら全部私の手元にちゃんとあったよ。何言ってるのよ。私はみのりさんのクレカで買い物したんだよ。ちゃんと新年会でみのりさんのバッグから借りたんだから。それ本当に私のバッグ？私クリスマスに夫から新しいバッグをプレゼントしてもらったの。だからいつもとは違うバッグで新年会には出かけたんだけど。え？いつもの黒のバッグじゃないの？私白のバッグだよ。確か黒のバッグってゆきさんじゃないっけ？新年会でも私の隣に座っていたし。はぁ！今すぐゆきさんに連絡して謝った方がいいよ。どうしよう！てっきりみのりさんのクレカだと思って、もう友達じゃないからいいやって全力で使い切っちゃった！ゆきさんママ友なのにどうしよう！友達じゃないから使っていいってことでもないけどね。ゆきさんみのりさんと違って友達なのに、私、なんてことしちゃったんだろう！お友達のクレカなら全力の半分しか使わなかったのに！そっちかい！結局友達のクレカでも使うんかい！だってお友達だもの。困ってる時はお互い様だし、使っても別にいいでしょ？全然良くない。今すぐ謝ってきた方がいいと思う。全力で土下座してきなよ。はぁ？土下座なんていらないでしょ？ちゃんとクレカは返すし、商品は転売すれば問題ないもん。ゆきさんには迷惑かけてないんだから。勝手にクレカを不正利用したことが大迷惑だよ。本当にことの重大さが分かってないんだね。このままじゃエミさん、消されるよ。え？誰のクレカを使ったか分かってる？しかも家族全員のクレカを使ったんでしょ？それが何？緊急事態だったんだから仕方ないじゃん。ママ友なんだしクレカぐらい使っても許してくれるでしょ？それ警視総監のクレカだよ。え？警察トップのクレカを不正利用ってかなりヤバいことしちゃったね。私エミさんと友達じゃないしどうなっても知らないから。ことって言われてもそのままなんだけど。ゆきさんとその家族のクレカを使ったんだよね。だって同じ財布に入ってたんだもん。ゆきさんと旦那さんのと多分ご両親のクレカも入ってたし。ゆきさんのお父さん警視総監なんだよ。旦那さんもお姑さんも警察官だって言ってたよ。警察一家のクレカを不正利用なんてエミさん度胸あるんだね。同居で家計管理は専業主婦のゆきさんがしてるって言ってたよ。家族全員分のクレカも管理してるって言ってたし、多分使ったクレカの1枚は警視総監のお父さんのクレカだね。いやー、どうしよう。え、私ヤバい人のクレカ使っちゃったの？誰のクレカを使ってもヤバいんだよ。警視総監ってことは警察で一番偉い人でしょ。ええ、どうしよう。私一生牢屋に入れられるのかな。さあね、確実に言えることはママ友だから許されるようなことじゃないってことだね。そんな、私とゆきさんはママ友なのに謝っても許してくれないの？それじゃあ友達じゃない私はこれでさようなら。どうにか許してもらえるといいね。ちょっと待ちなさいよ。そもそもこうなったはみのりさんのせいなのよ。さようならしないでよ。あ？みのりさんのせいで私はクレカを勘違いして使っちゃったの。だからあなたが
は私じゃなくてみのりさんね。よろしく。あんまりアホなこと言ってると新年の餅つきエミさんの頭でやっちゃうぞ。旦那さんの販売ノルマを押し付けてきたり、他人のクレカを不正利用したり、年明け早々こっちは疲れまくりだよ。アホなこと言うのも大概にしてくれないかな。だって仕方ないじゃない。こうでもしないと旦那がクビになるかもしれないんだよ。あ、そうだ、このことを話せばユキさんも警視総監も同情して見逃してくれるかな。絶対見逃さないように私が説得しておくね。ひどい。それじゃあ改めまして、明けましておめでとうございます。今年はよろしくしたくないので連絡してこないでくださいね。エミさんはすぐにユキさんの元へ謝罪に向かいましたが、警視総監であるユキさんのお父さんが大激怒。どんな背景があっても悪いことをしたら裁かれるべきだ。被害届を出したらしく、多額の示談金でなんとか解決させたんだとか。そしてその後のエミさんは旦那さんからも、お前のせいでリストラ対象者になりかけたと離婚届を突きつけられて、年明け早々実家に強制送還されたそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。